立東にやってまいりました。あれ、ばあさん一人ですか？はい、そうなんですよ。ようちゃんちょっとお熱があるみたいでね、大事をとって今日は私一人でやらせていただきます。ということでですね、こちらに、滋賀県唯一のプラモデル工房があるということでね。私プラモデル作るの趣味なんですけど、時間がなくて作れてないのがあるんで、これ作ってもらえるかどうか行ってみたいと思います。こんにちは。いらっしゃいませ。初めて寄させてもらうんですけど、前からですね、はい、ツイッターでフォローさせていただいてて、すいません、いつも素晴らしい作品を作っておられるということで、はい、ハピネス工房さんですけど、いつからやっておられるんですか？2014年の2月から、はい、やらせてもらってます。もう7年目ですね。すごい作品がたくさん並んでるんで、ちょっと見ていきたいと思いますけども、はい、こんな小さい作品とかもあるんですね。そうですね、はい、これはあの作る、はい、いや僕もね、あのガンダムのプラモデル、ガンプラブームがあった世代で、はい、むっちゃ作ったんですけど、うん、そうですか。あ、僕も一緒です、はい、もう小学校の高学年から中学生ぐらいの時に、はい、もう並ぶ前にみんなわーっとっていったんですよ ね、うん、すね、はい、これは何シリーズ？これはメガサイズシリーズ。メガサイズシリーズのあのファーストガンダムです。うん、はい、いやー、むちゃくちゃありますねこれは中の、はい、売ってたりするんですよね？まあ、売り物もありますし、はい、お客さんの作ったやつを展示させてもらってる、うん、あ、お客さんの作品もあるんですね。そうですね。なんか最近ね、プラモデル作るっていう子が減ってきてるような気がするんですけどね、うん、やけどね、うん、今はその家でなんかするのが増えたみたいで、うんうん、今は結構プラモデル売れてるみたいです。ああ、そうなんですか、はい、じゃあ改めてちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、こちらは、何をやっていただけるという、うん、模型を作るサポートをさせてもらってますね、うんうんうん、組むはね、うん、あの家でも組めるんだけども、はいはい、それにちょっと色を変えたい、うん、自分でこの色に塗りたいとか、うん、そういう、まあ、希望があれば、うんうん、まあ、そういうのでやったりとか、まあ、あの戦車でやったら、うん、あのもうちょっとリアルに汚してみたい、あ、その塗装の仕方とかも教えていただける、まあ、 ね、はい、すごいいろんな道具があったりするんじゃないですか、はい、ちょっと見せてもらいます。どうぞ。じゃあちょっとエアブラシ、はい、お見せていただきましょう、はいはい、エアブラシといってもいろんなのがあるんですよね。そうですね、あのうちで扱わせてもらってるのが、はい、そのダブルアクションっていう一般的なやつなんですけどね、うん、で、まあ、これがコンプレッサー、はい、でこれでエアを、はい、エアを送ってここで吹く、うんうん、でまあ、押して引いてもうたら色が出るみたいな、うんうん、あの使い慣れたらすごいやりやすい道具なんで、僕もねエアブラシ持ってたんですけどね、はいはいはい、ちっちゃいコンプレッサーでね、はい、でこれ洗うのめんどくさいんですよ ね、 あ、そうですね洗わんかったら努力固まっててなんか、これまた見たことないですよ。こんなの。あ、そうですか。これね、あの細かいの、これすごいな、はい、こんなの売ってるんですか？売ってますねこれを塗るのはもうこれを見ながらこんな感じのうわやつですね。まあ、あの指がこれなんで、うん、こんな感じですよね。すごいな、はい、もう手ぶらできてもって、はい、あのキットだけ持ってきてもでもいいし、うん、まあ、キットもこっちで置いてあるやつで、うん、で道具使わさせてもらえる、うん、で教えてもらえる、うん、はい、はい、ということで、はい、このプロの目から見てプラモデルの楽しさっていうのはどういうところにあると思いますか？まあね、今ゲームってあの子供ずっと、はい、ね、みんなゲームやってるんですけども、うんうん、まあ実際ね、うん、手を動かして物を作る、うん、そういう楽しみ方も、うん、やってもらえたらいいかなと、うん、あのバーチャルじゃなしに、はい、そういうのもできたら、ね、うん、いいかなと思ってます、はい、最近模型界もね盛り上がってる、うん、そうですね、そうなんで、そうですね、はいはい、ちょっと、はい、あの僕もこれから、はいはい、いろいろお願いしようと思います。いい、こちらこそよろしくお願いします、はい、でね、はい、近所にね、はい、こういう車の模型をすごい集めてるコレクターの方がいますね、はいはい、むっちゃそこが作品になってるという。あ、そうですね、ハピネス工房さんの、はい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 、それは行ってみたいですねそうですか。どこなんですか？安なんですけど、はい、まあ、はい、こっから30分ぐらい、はい、はい、安市にやってまいりました。この辺なんですけどね、お、なんや、ドロップスやん。ドロップス、ゆうさん前行きましたよね。はいはいはい、はい、あ、ここはマニアックやわ。こんにちは。こんにちは。ボス、小川さん、どうもお久しぶりです。お久しぶりです。いや、さっきね、ハピネス工房さんとこ行って、はい、でプラもいろいろ見せてもらったんですけど、はい、そしたら、うちの作品もあるんですよって言ったら、
ドロップさんだったというということでハピネス工房さんの作品があるということでまたお邪魔させていただいたんですけど、はい、どれになりますかね。こっちのあの、はい、タチマルスープラとベイルサイドのエアロじゃないですか、はい、これがあの西川さんが内装をやって、はい、山田さんという方が繊細やな、あと全部カスタムしてくれる、ヤンキーやった人から思ってる懐かしさを出したって、うん、ここがプラモデル改造車専門プラモデル改造車専門、はい、もう超レアじゃないですか、はい、リボルバーっていう集団の小沢京介先生がクローズの流進と鉄章なんですよ。めっちゃかっこいい。リボルバーの方が実在の人物を作ろうという企画で、うん、リボルバー正さんが僕のフィギュア作ってくれた、ちょっとじゃあそれ見せてください、はい、これなんですよ。あ、立ち方のこう特徴むっちゃ捉えてますね。ワニブチの Z とアキラの Z の名を僕を正して、はい、夢広がりますね、はい、ドロップスの新商品があるということで、はい、はい、こちらですか。はい、アライル高級マスク、かっこいい、はい、1枚500円です。いや、そういえばここお好み焼き屋さんだったんですよね。そうですよ、もうあの、はい、お好み焼き屋です用意してもらいました、はい、ありがとうございます、はい、むっちゃ大きいんですけど、これあの、はい、裏メニューの特盛りなんですよ、はい、普通の人は、はい、ほとんど知らないですね、お、そんなん用意していただいてありがとうございます、はい、うん、うまい。50年お好み焼き焼いてた、うん、おばちゃんが締め張る時にレシピくれあって、うん、それからやっぱ昭和の雰囲気にも似合ってるし、うん、このシンプルなという、うん、このレイアウトのね時代にぴったりの、ね、そうですね、あの昭和の場所で昭和のものが増える、はい、これからどうしていきたいとか新たな野望みたいなのありますか。まああのビーバップハイスクールの、はい、ボンタン狩りのテルさんが来てくれはったので、うん、ビーバップの人らが来るたまり場になりたいという夢が少しずつ叶ってるんで、次はあの田舎に泊まろうとかでこう中村にとか、はい、昔は好きやった、はい、アイドルとかアイドルとか来てくれてフラッとね、で別れの朝であの翼の折れたエンジェル歌ってくれるとかそういう風になりたいですね。あ、やぼうや、はい、やぼうや、はい、ありがとうございます。地位を求めるさすらいは続くいやまあ男性なら一度は通る道やね、ああいうプラモデルっていうのはね、やっぱりちょっとバン君が一人でロケに行くとやっぱりマニアックさがより増しますね。よりマニアックなるね。そう、ほんで今回ね、はい、ドロップスさん先ほどの抗菌マスクいただきました、うん、ありがとうございます、うん、オリジナルマスクでございますね。いいね、これバン君がね、ちょっとなんかあの、はい、お土産あるんですか。ちょっとまずこぼれ落ちんをちょっと紹介させていただきたいんですけど、こちら、そう、このプラモデル、うん、完成形バン君は持ってきてくれました。はい、はい、バンク。おお、すごい。ちょっとこのプラモのすごいところをバン君ちょっと説明してもらってもいいですか。はい、ちょっとマスク取ろうかな、うん、はい、パーフェクトグレードの、ゼータガンダムですよ、うん、はい、60分の1でこれもう最高傑作と言われててすごいパーツも多いんですよ、うん、中の機械までちゃんとあの再現されてるんで、うん、それをもうほんの1週間ぐらいで作ってきてくださったんですよね。これもう徹夜でね、ツイート見てたらね、徹夜でやりましたとかね、なんかそんなの見てあったんですけど、どうですかこれね。もうあのただ組んだだけじゃなくて全部こう塗装してあるんですよね。そしてこの陰影をつけたりとか、こう細かいところまで継ぎ目消したりとか、エアブラシで陰影をつけたり、そう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 、はい、分かるかな。パーツごとにちょっと陰影出すために塗り替えてはんねんね。そうですね。あとはこのプラスチックなのに本物に見えるようにこう質感を上げて、こう近くのね、この下からこう見てるね、ほんまもんがおるような、うおっ、かっこいい、はい、いや、やっぱバン君とコンビ組ねえでよかったなそう、まあ、バン君自身がチンやからねいや、もうありがとうございます、こんなんしていただいてね。いや、すごいな、はい、これプラモデルを持っていったら作ってもらったりもできるという、ね、そうです、はい、いや、すごい、直してもらったり、相談に乗っていただいたらどうでしょうか、はい、教えてもらったりね。さあ、そして今回訪れました、はい、ハピネス工房さんは、立東の宇垣の交差点すぐ、お好み焼き式ドロップスタンは安駅のすぐ近所でございます、うん、はい。さあ、チーム募集しておりますのでぜひ、ご応募いただきたいと思います。はい、どしどしお寄せください。さあ、はい、それでは評価いただきます。今回はようちゃんも行ってないから評価してください。出しますよ、せーの、ドーン。
ヨちゃんショーですか。なんでや。ちゃうんすよ。バン君はすごいんですけど、はい、あのこのメキめっちゃ食いたかったんですよ。また行こう。また行きたい。また行こう。行こう。行こう。また行こう。